注目の池江璃花子、今日個人種目最初の登場ということになりました女子 100m バタフライ決勝です。池江璃花子5レーンです。韓国のアンセヒョンが3レーン、そしてこの池江璃花子が5レーンに入ります。アジア記録まであと0秒01、そして目標は55秒台です。いつかその55秒台、史上3人目の55秒台を狙うという池江璃花子。日本記録の範囲で言えば、ですね、25秒89という範囲を池江選手してますから、まあ、そのあたりは一つ目安となってくると思います。 50m を25秒89です。帰りの50秒30秒で帰ってきました。30秒19、ここのタイムを上げたいというのも池江です。女子 100m バタフライ決勝スタート。5レーン池江璃花子、黒いスイムキャップが浮かんできた。隣は4レーンのチョウ・ウヒ、そしてもう一人隣の6レーンの相馬も非常にスタートつけますね。相馬選手も、はい、池江選手についてきますよ。そして4レーンの白いスイムキャップのチョウ・ウヒが少しずつ前に出るかどうか。池江選手はここは慌てずに落ち着いて入ってますね、それでもリードを奪えてますからね。ここでリードしました、池江璃花子が最初の50のターンを26秒53で入りました。前半ちょっと抑え気味に入りましたね。やはり疲れがあるのでしょうか、どうですかね。ここからここは 100m バタフライ決勝、絶対に譲れない種目という、池江璃花子、ここでリードを取り始めました。残り 25m からリードを広げています。一段ギアを上げてペースを上げている池江璃花子。キックが力強くなってきました。今大会4つ目の金メダル間違いなし、池江璃花子 100m バタフライを制しました。56秒30、大会新記録での金メダル獲得。この泳ぎでも56秒3ですか、やはり速いですね。安定して56秒台前半は出るという泳ぎになっている今の池江璃花子、レベルの高さを証明しました。いや、前半の入りを見るとですね、やはり少し体がこう重たそうなんですね、で前半の入りも自身の記録よりも 0.6 秒ぐらい遅れました。さすがに疲れているのかなというふうに思ったんですが、最後ギアを上げて結果的には自己ベストプラス 0.3 秒ですから、そうですね、素晴らしいタイムですよ。これはこれだけのレースをこなして、そして4つ目の金メダル、疲れのある中でペースを上げて取っています、ただまあレース後やはりちょっと疲れたような仕草を、見せてましたから、まあ、なんとか日本チームのためにこの後の、4×200m 頑張ってほしいですね。これ池江ですが、26秒53で入って帰り29秒77ですから30秒切りましたね。後半上げてくるレースを今日はしましたね、まあ、この泳ぎなんですけど、非常に水面近くをこう呼吸でも、してフラットな泳ぎを、できてますよね。金メダル4つ目となりました池江璃花子、 100m バタフライを制し